ズアジオなんですけども、ナズアジオはですね、戦国時代にですね、駿府の、今川氏の、まあ、館があったんですけども、そちらを守る、まあ、西の守りとして、あの花沢の地に築かれたお城になります。まずですね、あの一番近い登り口からあのずっとあの一番上まで上がっていただきますと、まあ、本丸と言われる、まあ、一番お城の中心となるような曲輪にあのたどり着きます。まあ、そこからですね、まあ、左右にあの三の丸と二の丸という曲輪がございまして、でまあ、それぞれですね、その間に堀切と呼ばれる、まあ、あの曲輪を、ね、分断して敵の侵入を防ぐようなそういった遺構がそれぞれ残っておりまして、で二の曲輪の方あの歩いていっていただきますと、そこから遊歩道がずっとつながっておりまして、でその遊歩道の先にですね、六の曲輪でまたずっとその先にですね、まあ、出丸と言われます八の曲輪と言われている曲輪がございますので、まあ、そういったあの曲輪それぞれがですね、一応見学できるような場所となっております。八の曲輪はですね、それこそあの今年に入ってからあの整備を進めている曲輪になっておりまして、もともとあの竹がたくさん入ったんですけども、まあ、それをあの伐採して景観が非常に良くなったものですから、まあ、そちらの方にですね、少し椅子、まあ、あの何かあの当時の武将が座ってたようなね、あの形に見えるような椅子をちょっと置かせていただきまして、でまた軍配のようなものもあの一緒に置いてありますので、もしねそこを訪れていただいたら、まあ、その椅子に腰掛けていただいて、で軍配を持ってまあ写真なんか撮っていただくと非常にこう雰囲気が出ていいんじゃないかなと思います。花沢城跡はですね、先ほど申しましたように今川氏と武田氏の非常に激戦の地となった場所でして、あの武田氏に関しましてはあの有名な武田信玄がですね、あの武将を引き連れてあのやってきたと言われているお城になりますので、それで、あのまあ、非常にあの籠城されてですね、あの今川方は激戦の地になった、まあ、武田信玄が手こずったお城というふうにあの言われているお城ですので、まあ、そういったこう難攻不落の、ね、お城の、まあ、曲輪あるいは堀切でありますとか土塁の跡なんていうのを、ね、あの現地に行っていただいてこう実際に見ていただくっていうのが非常にこう当時の雰囲気をあの味わえてこうロマンを感じられるような場所になるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ、ね、その花沢城跡にそういったあの気持ちでちょっと登っていただけるとありがたいです。